願いします。あえいうえおあおかけきくけこかこさせしすせそさそ。嫌なら別にいいけど、美穂ちゃんと二人で行くから。ああ、神楽お姉ちゃん、ちいねえがいじめる。さあ、キリキリ吐きなさいな。一体何を企んでいるの？だから、とにかく足をどけてよ。バーカ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 。はい、では終了します。今回の練習の内容のことについてちょっと説明していただけますか。まずコスプレしたキャラクターはですね、まあニコ動で有名な、東宝シリーズのチルノですね。で、何の練習やねんと、思われたと思いますけれども、自分の夢は声優ということで、まあ、発声練習をしてみようじゃないかと思いまして、公開練習で、将来のための発声練習をさせていただきました。はい。もうすぐ試合だけど大丈夫ですか？まあ試合も、試合に関してはもう追い込み練習でやってるんで、今更追い込んだってそれが試合に発揮できるわけないんで、まあ、やれることはしっかりやってきたつもりです。このやってきたことで手応えはあるのはどういうところですか？手応えっていうか、まあ自信になったのはやっぱマサトさんとのスパーリングですね。でも今まで、大阪の、まあ、行くのっていう、あまり、まあ、キックでいう過疎地なんで、あまりすごいスパーリングパートナーも6人いない道場なんで、まあ、いつも練習してるのがフライ級の高校生とかとスパーリング、まあ、マスしかできないんですけど、押してる環境やったんで、まあ、そういう環境から一気に、まあ、シルバーウルフの正人選手、白洲選手、まあ、国安選手、宮越選手、まあ、プロで何戦もやってる方々とスパーすることで自分の自信になりましたね。まあ入場もお客さんの期待が、はい、今回は入場はまあいい感じで、追い込み練習がだいたい1試合の1週間前に終わるんですけど、そっから入場の追い込み練習結構今回追い込んでるんで、ちょっと追い込み練習ちょっと筋肉痛になりそうなぐらい追い込んでるんで、ちょっといいもん見せれるんじゃないかなと思いますけどね。超人王の手応えというか完成度ってどのくらいなんですか？いやまだ実践で出せるかはまあ分かんないんですけど、スパーでは結構出してますね。まあ7割ぐらいじゃないですか。相手が食らってみての反応ってのはどんな感じでした？ああそこから来るみたいな、まあ、客観的に見ないと分かんないような角度から来るんじゃないですかね。それで出たらこれが超次元法なのかとお客さんが分かるような。あ、多分分かんないでしょうね。僕しか分からないでしょう。そのカメハメハみたいなの出すもんじゃないんで、まあ後からこれが苦闘ですよって説明させてもらいますよ。ちなみに当たったらどうなりますか？当たったらですか、プギラってなりますね。はい。中国人の選手ですけど、はい、中国に思い入れとかあったりしますか？いやもう中国には、まあ、個人的ですけどすごいその怒りがありますね。まあまず説明したいっていうか、あのなんていうんですかね、海賊版はあかんでしょ。ありえないですよ、あっち。違法コピーとかじゃ許せないですね。何ですかね、もうクレヨンしんちゃんとかえらいことになってますね、あっちで。ね、そういうことに対して僕はすごい遺憾です。遺憾な気持ちです。はい。なんで、
まあ、ぜひそれを、まあ、相手が中国人ということなんで、まあ、頑張って倒してストップ、海賊版です。はい、それをねちょっとリング上で言ってやろうかなと。お前海賊版作ってあかんやろっていうふうに思いますね。あのちなみに正人選手へのアニメ不況というのはどう？いやちょっとね忘れてましたね。もう練習必死やったんでね、もうちょっとあのけどあのロッカールームとかであの着歌を流しましたよ。あかかってきたんですよ。でちょっとギリギリまで消さんとこ頑張ってこのメロディー覚えてくれへんかなみたいな。はい、地味な活動はちょっとしましたね。まあ多分気づかれてもいないでしょうけどね。マサトさんはじめシルバーウルフの人は、はい、コスプレに関しては何か言ってました？いやまあコスプレもようそんなんできますねみたいな、やりたくてもできんでしょうと。その試合前にそのまあお客さんとかは、まあ、入場、ああ入場するんやって感じなんですけど、選手としては入場ってなんかもういっぱいいっぱいじゃないですか。今から勝つか負けるしか結果がないところで、もうすごい興奮状態であり極限状態なんですよ。そこでよくコスプレをしてダンスの振り付けを確認します、確認しますよねって。普通やったらコンビネーションの確認しませんみたいなは言われましたね。